ンネル。DUM 人事部熊谷です。澤優です。アンです。コロナが与える22卒の就活スケジュール。4月から3年生組ってことですね。新3年生ですね、はい、うちも3月末からもう実はサマーインターンのエントリー開始してまして、はいはい、1000以上来てますかね。21卒よりもさらに動き出し皆さん早いみたいですね。社会情勢見てる限りなんか普通に就活できないんじゃないかみたいなフォーマナー行くと、なので実際軒並み昨年よりも早い動きエントリーの数になってるっていうのはかなりいろんな会社さんから聞きますけど、内定出たとしても2年後その会社潰れててもおかしくないそうですよね、この状況だとベンチャーでも固定費ないところは楽勝ですし、大手でも固定比率高いところは死ぬし、会社の規模とかあんま関係ない気がしますね、うん、ちょうど先日もオーストラリアの航空会社破綻してましたしね、はいはいはい、そうですね、うん、びっくりしました。 DIM さんも B2B 商売だから、はい、いろんな業種業態と取引されてるじゃないですか、はい、B2C サービス系が一番シビアですよね。やっぱ人が出歩かなくなってるんで、うん、飲食、旅行業とかそのあたりのクライアントさんはだいぶもろもろお金の使い方シビアになってるなっていうのはありますよね、うん、そこがもう最前線で多分影響を受けてるだけで、ここから先もういろんなところに波及してくるんで、人材だって飲食と観光は今新卒ガンガン取ろうなんて絶対ならないから、はい、人材の会社も売上その部分は絶対落ちるだろうし、うん、ウェブのマーケティング会社もそういうところから仕事をもらってる会社はどんどん売上落ちていくし、そうですね、最初のインパクトがどんだけでかいかによってどこまで浸透していくかってこう変わるわけじゃないですか、最初のインパクトがでかすぎて浸透ほぼ全部にこう津波ですよね。これは飲食とか小売系が破綻しまくったら物件開くわけじゃないですか、不動産収入下がりますし、はいはい、今もろもろオンライン化でね、実はオフィスこんなにいらねえんじゃないか説がいろんな会社に広がってるんで、うん、多分オフィス需要はすごく減ってくると思うんですよね。ってなると多分不動産業界だいぶダメージ食らうと思いますし、ってなったらもう本当安全な業界ないんじゃないか、安全な業界ないですよ、うん、マジで全然未確定だと思いますけど、一旦現状で今後の就活スケジュールなどについてですね、企業が新型コロナの影響でどういった対処をしていくかというところをフリップまとめてますのでご覧ください。一旦計画変更なしでもともとのスケジュール通りで進めようと思っているのが 58.4% で、後ろ倒しを決定検討中というところがオレンジですね、 28.4%。 3月末ですよね、緊急事態宣言になる前のデータですね、それから1ヶ月ぐらい経ってるんで、はい、この1ヶ月また変わってますからね、はい、4月でもだいぶまた変わってますから、そうですね、刻一刻と変わってますね、うん、森川氏は、うん、僕の周りの経営者も3月ぐらいまではみんな、なんか余裕そうなんですよ。大体どこ の,、ね、あのウイルス系も、うん、暑くなったら大体落ち着くから今までの傾向上みたいな、そうですね、感じだったのが先が見えないってなって、うん、はい、みんな変化しなきゃいけないとか、なんかそのこの1ヶ月のだいぶなんか空気感変わった気がします。そうですね、計画変更なしが 58% のわけがないと思っちゃいます採用数じゃなくて採用スケジュールなんで、まあ、スケジュール変更なしは確かにいるかもしれないですね。そうかそうか、うん、今4月から社会人になった新卒の扱いが分からなくて、はい、ダブついちゃってる企業いっぱいあるんですよ。休業措置取ってる会社もかなり多いですよね、うん、どうしよう取っちゃったこんなにっていう企業山ほどあると思うので、みたいですね、はい、企業はどんな対処をしていくんでしょうね、これから。言っちゃ悪いんですけど、新卒は絶対取らなきゃいけないものじゃないですからね。余裕がある会社が社会貢献的な側面も正直あったわけじゃないですか、うん、もちろんプロパーだから忠実に会社の自分色に染められるみたいなメリットももちろんあるんですけど、はいはいはい、でもとはいえ最初の1年2年は投資期間みたいなところもあって、そうですね、うん、でしかもその後転職とかされちゃったらたまったもんじゃないしみたいな、うん、そういうリスクもありつつのやっぱ新卒を取ってみたいな、そういう側面があったのが、はい、そんな余裕ねえよってなっちゃう会社は絶対増えると思うんで、そうですね、じゃあ新卒次何人取りますかと、今まで100人取ってたのを今2人だけにしますとか、みんなも門戸を閉じていくみたいな、はいはい、就活生のところでいくと早めに対処していくに越したことはないので、うん、もうできるだけ早めに動き始めて可能性 1% でも上げていくってことをやった方がいいと思いますね僕が学生だったらこれはもう社として発信しちゃ絶対いけないことだと思いますけど、はい、内定いくつか掛け持ちしたまま直前まで持っといた方がいい気がしちゃいますね。とはいえそういう心理状態になるの、こんだけいろんな会社だったりニュースでこう直前取り消しだどうこうってなってたら、まあ、そうなる気持ちも正直分かるは分かるので、そこまでしっかり想定して、まあ、疑うことはしたくはないんですけど、それぐらいも想定しなきゃいけないような事態になっちゃってるなっていうのは正直人事サイドとしてもやっぱあります、ね。僕は大学生の時リーマンショックだったんですよ。リーマンショックから復活しかけたかなぐらいの東日本大震災で不況待ったの中ですね、うん、その時震災の影響がどうとかって就活の時全く考えなかったですから、学生ってやっぱこう経済活動とはちょっとずれたところで普段生活してるから、はい、あんまり
多分感じないと思うんですよね。あそこのラーメンは今閉まっちゃってるの、早く行きたいなぐらいな感覚だと思うんですよ。そうですね、はい、本当に僕は少なくともそんな感じで、全然こう不況がどうとかって全く考えてなかったんで、要は焦った方がいいよねっていう話ですね。まあそうですね、はい、確かに僕もちょうどそれこそ就活の時が2009年ぐらい僕就活始めたんで、まさにリーマンショック直後だったんですけど、まあ、考えなかったわけじゃないですけど、まあ、ちょっと言い方あれですけど、まあ、自分はそんな困らんだろうなって勝手に思ってましたね。さすがに食手に入らないレベルではないなと思ってたんで、うん、入らないことはないですよさすがに、うん、全体的にやばいよって言ってるだけで、うん、イメージ今まで足切りというか内定が一切取れない学生が2割だったのが4割ぐらいになるんじゃないかみたいな、そういう感覚ですね、超適当な数字って根拠はないんですけど、はい、イメージその足切りのボーダーラインがめっちゃ上がるよ、過去にないぐらいみたいな、そんな感覚だったらちょうどいいかなと思いますけどね、極論ですけど、この緊急事態宣言が1年この状態続くんだったら世の中の大半の会社潰れるんで、コロナかかってもしょうがなくねみたいな、経済死んだらやばくねみたいな、その議論がもう少し経済寄りになる時が多分どっかで来ると思う。そうですね、はい、それがいつ来るかですよね。それこそ本当にリーマンショック直後諸説ありますけど、経済の影響で自殺者数が10万人超えとかってデータもあるぐらいなんで、このままでいくと本当に感染で亡くなる方と経済で亡くなる方の人数比べてっていう話に本当なりかねないですよね。なりかねないですね。そこで言うとブラジルとかめちゃくちゃ潔いですよね。7割方感染するだろうみたいな、でもこれは止めらんないってなったらもう経済活動再開だみたいな、逆に経済は取ろうみたいな感じだったので、もうすごいはすごいなと思いましたけど、死ななきゃねインフルエンザと同じだみたいな感じになればいいですけど、死人が出ちゃうとちょっとこうセンシティブな話になってきちゃうっていうのが難しいところなんですよね。コロナを気をつけるべきだ論者しか出てこないわけじゃないですか。そうですね、でもそっちしかこう、まあ、国民のマジョリティの支持を得るのはそっちなんで、あえて逆側の立場に立つメリット何もないんですよね今。早く薬ができればいいのになって私なんか思っちゃうんですけどね、うん、早くて2年とか言われてるわけですから。そうですよね、2年これ続いたらマジで全部潰れますからね、会社は。結論を早めに就活しましょうっていう二股しつつ、学生目線で本当に自分の子供に何かアドバイスしろって言われたら、多分そういう風に僕アドバイスしちゃう。そうですね、難しいテーマでしたが、そうですね、ここら辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。